横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の上茶谷、対するドラゴンズの先発は右の梅津、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の上茶谷マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは強打、背番号1。第2球投げた、打ったいい当たりだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンアウトランナー一塁という場面で阿部、阿部背番号5。第1球カットボール見送ってストライク。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球外角スライダー、見逃し三振、上茶谷に3球で仕留めてみせました。背番号66。初球ストライクから第2球ストライク、膝元厳しいところ、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた外角低めいっぱい、見逃し三振、上茶谷にナイスピッチング。上茶谷に3番4番と連続三振で切り抜けています。ベイスターズまずは無得点に抑えました。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で梅津、第3球を投げました、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第2球ストライク、投げました、打ちました、セカンドの左、ゲッツーコース、2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球見送ってストライク。さあ次の投球、2球目ストライク、これで追い込みました。スプリット見逃し三振、上茶谷に見事なピッチングです。3回の表が終わって両チーム無得点です。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高城、第1球投げました、初球打ち、レフト交代、ダイレクトで当たった、レフトからセカンドへ、高城いいバッティングを見せました。0対0で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で郡司、あーっとショーフライになった、バッターアウト。バッターは8番福田、これが2度目のバッターボックス。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、破ってった、ボールは中継、福田ナイスバッティングです。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第2球投げた、打ちました、1、2塁間の打球アウト、スリーアウトチェンジ。上茶谷にワンアウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって0対0です。0対0で迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で高城、第1球投げた、直球見送ってストライク、いきなり153キロ、投げた、打った、強い当たり、入れば先制だ、レフトセンター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。ドラゴンズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面でインコース引っ張った、頭上を越えた、クリーンヒット、ビシエド三塁を狙う、高橋ツーベースヒット、ベイスターズ逆転のピンチを迎えます。バッターは代打平田、ひときわ大きな声援が聞こえます。背番号6。第3球は内角低めいっぱい、見逃し三振、上茶谷に3球で仕留めてみせました。投げた、見逃し三振、バッター、6回の表が終わって2対1、上茶谷とうとう打たれてしまいました。4番
ドラゴンズ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面でビシ打ちました。いい当たり、ライナーセンター前、クリーンヒット、2塁セーフ。ビシエド、いいバッティングを見せました。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。打ちました、ヒットエンドラン、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ、パットン、やりました。ベイスターズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは高城、第9。初球を打った、ライナー破った、ライト前ヒット、高城ナイスバッティング。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。